こんにちは、ミニマリストユミです。私は50代です。息子はもう成人しています。離婚して5年半が経ちました。今は保護猫と築30年のアパートで2人で暮らしています。毎日このお部屋で楽しく暮らし様子をお届けしております。今日は私のとある休みの1日をお届けしております。朝ごはん何作ろうかなって考えてます。簡単なものしか作らないんですけどね。できました。まな板は洗わなくて済むのでワックスペーパーを引いちゃいます。ちなみにこれ3COINS のまな板なんですけど、こちら側表と裏で柄が違うんですね。こっちは無地になってるんです。素敵でしょ。ちょっと柄のある方にします。せっかくこれなんか大理石みたいな模様なので、ワックスペーパー今日は大理石柄もあります。これ使っちゃいます。これだと使い捨てできるんですね。お皿洗わなくても、私みたいにお皿がすごく少なくてもとっても便利です。使います。台も洗ってきたので切っていきます。これはセリアで買ったグラスです。一つグラスを割ってしまったので新しく買い足しました。100円には見えないですよね。ああ、猫来た。危ない。はい、氷を入れてきました。台に入れます。まあ水入れるだけなんですけどね。あ、そうだ、スパークリングウォーターにしようかな。突然思い立ってスパークリングウォーターを入れたんですけど、私ボタンを押すの忘れちゃったんです。映像撮れてません。まあ無事にこの炭酸を入れることができました。シュワシュワしていてとっても綺麗です。私このシュワシュワがたまらなく好きなんです。私アルコールやノンアルコール飲むときに必ずグラスに入れて氷を入れて飲む習慣があるんですね。今夜はそのためにこのライムをちょっと取っておきました。楽しみです。スパークリングウォーター必ずお家に持っているんですね。お通じが良くなったりするし、あとお腹が空いてる時腹持ちが良くなったりするのと、シュワシュワしたのが飲みたくなっちゃうので、ミネラルウォーターの他にスパークリングウォーターを必ず常備しています。今日はドライチップスで隠れミッキーを作ってみました。お皿の少ない私にはこのワックスペーパーが大活躍です。ドライチップスの残りは袋に入れて冷蔵庫に入れています。今焼きうどんを作ってます。変な音がすると思ったら猫が洗濯機の上に上がってます。もう危ないな、本当に。ミミ危ないよね。え、危ないんだけど。はい、今日のお昼ご飯です。焼きうどんです。普段私はこのセリアのこのティッシュを使ってます。すごく便利なんですけど、もうすぐなくなっちゃうんですね。買い替えに行ったらもう売り切れだったんです。今回初めてこの詰め替えボトルを買いました。これのいいところはまずグレーなところと、プラスチックなので汚れたりしても拭き取ることができます。ちょっと詰め替えてみますね。とてもスリムなタイプで私はおすすめです。スタイリッシュで素敵ですよね。私は引き出しの中に何でもしまってしまうんです。ティッシュも入れてしまうんですけど、これなら場所を取らずにとってもおすすめです。これは私が普段メモ書きにしているものです。セリアで売っているこういうバインダーありますよね。少し小さめのバインダーを買いました。それで黒い紙がすごく好きなので、画用紙を買って好きな大きさに切ってます。16枚で100円です。
ここにメモをしてます。この1週間ぐらいとか先の予定で覚えとかなきゃいけないものを書いてます。あとはこれは大きめの付箋紙なんですけれども、ここに今日はちょっと YouTube でやることと、あとゴミ捨てとか今日明日でやること、すぐやらなきゃいけないことを書いてます。これは白のペンです。こんな感じに書けます。こっちも普通のボールペンで書いてます。白で書くとなんかテンションが上がるので、あとなんかかっこいいじゃないですか。吊るすことができるようになってます。こうやって壁にかけてます。白いピンが嫌だったのでマスキングテープでくるくるっとやっちゃってます。こっちもです。こういうところがこだわりなんです。生活のメモさえも雑貨屋さんみたいになりますね。こんなメモ書きも黒い紙に書くと素敵になっちゃいますね。一手間加えるだけで生活が楽しくなります。最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければ下のところに赤い文字でチャンネル登録というのがあります。そこをポチッと押してください。できるだけ頑張って毎日更新しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミニマリストユミでした。バイバーイ。